こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023 シーズン、ドイツブンデスリーガ第32節、バイエルン・ミュンヘン対シャルケの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を放つラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。バイエルミュンヘンのホームでありますアリアンツアレナで試合は行われました。バイエルンはトーマス・トゥヘル監督のもと 4-1-4-1 の形です。ゴールキーパーゾマー、フォーバック右からマズラウィ、パバール、レリフとカンセロ、アンカーにキミッヒが入り、右にサネ、中央2枚にミュラーとムシアラ、左にコマン、ワントップにニャブリといった形になっております。で、対するシャルケですけれども、トーマス・レイス監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーシュボロ、フォーバック右からブルナー、ファンデベルフ、カミンスキー、ウロネン、ダブルボランチにラッザとクラールで、右にカラマン、トップ下にクラウス、左にビュルター、ワントップフライといった形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア6-0でバイエルン・ミュンヘンが勝利を収めました。直近の印象で、非常にシャルケ相手に、相性がいい印象ももちろんあるんですけれども、まさか6得点取れるとは思ってなくてですね、今シーズンのバイエルン、得点力不足と、言われている中での、試合だったので、シャルケ相手だとしてもですね、固く、2点3点取れたら御の字かなぐらいな形で思っていましたけれども、6得点取って、しっかりと実力の差を、見せつけてくれて、私としては、ほっとしておりますし、特にブンデスリーガの優勝を争っていく上でね、ドルトムントに対してのプレッシャーを与えていけるっていうことも考えても、非常に嬉しい、結果だったんですけれども、逆にちょっとシャルケがですね、心配になるぐらい、守備のブロックの構築も、前からはめていく形とか間をこう使われたりする中での対応っていうところが相当甘かったので、そこもですね、バイエルンからすると、やりやすかったし、使いやすかったし、攻めやすかったっていうところもあるんで、より強固にガチガチっとこう固めてくるような相手だった場合、もしかしたら6得点取ることは難しかったと思うので、相手に若干助けられたゲームではあったんですけれども、とはいっても勝利をもぎ取る、そして大量得点を取って勝つということが、今のバイエルンにとっては非常に大きな意味を持っていると思うし、必要な要素だったと思うので、ニャブリだったりとか、ミュラーだったり、ムシアラだったり、本当に、ちょっとね、コンディション不良だったり、状況的に大丈夫かなって言われている選手たちが、しっかりとコンディション取り戻しつつあって、キレも戻ってきて、結果を出してくれたっていうことで、本当にホッとしておりますし、嬉しい限りです。はい。では内容の方に触れていきたいなと思うんですけれども、基本的にバイエルンはですね、ナーゲルスマン体制から、トーマス・トゥヘル体制に変わって、いろいろやり方も変わったと思うんですけれども、明確に3バック化することも相当少なくなったし、状況によって、キミヒが1列降りるような形で、3バック化したりとか、キミヒがアンカーの位置にいれば、2センターバックプラスサイドバックが若干内側に絞り気味だったり、ちょっとね、カンセルは幅取ったりとかするっていうことももちろんありましたけれども、状況によっての幅、内、外っていうところを使っていきながらの前進っていうところで、シャルケがですね、ある程度こうサイドに入ったりサイドバックに入ってきたりすると、サイドハーフの選手が捕まえに行くっていう形で、前向きでね、ある程度対応はしてくるんですけれども、相当キミッヒに対してマンマーク組でクラウスが見てたので、キミッヒに相当ついてくる分、その間のところが空いてくるので、そこをしっかりとバイエルンとしては攻略していく、キミッヒ以外にそこにボールを持たせるスペースを作ってあげる、なのでムシアラが受けに来たりとか、状況によってはデリフトがその間を運んだりとか、パワールが運んだりっていうね、シーンが何回も見受けられたと思うんですけれども、相当ね、中央簡単に開けていた、シャルケもあったので、ちょっとバイエルンからすると、やりやすかったし、前進するのも結構簡単だったんじゃないかなっていうところは、感じるところはありました。
ただやっぱり最終ラインのパバールだったりデリフトだったりがですね、無理なパスをつけすぎないですし、しっかりと状況を判断した中でパスを供給していくので、リスキーな判断がないっていうことも今のバイエルンにとっては非常に良かったのかなと。カンセロだったりマズラウィーだったりとか、このあたりも特にカンセロに関しては高い位置にどんどん絡んでいったりしながらですね、攻撃参加も相当しておりましたし、自身のクオリティを見せつけてね、アシストも記録してるし、で右サイドのマズラウィーに関しても最終6点目か、マネのフリックに背後に抜け出してマズラウィーが沈めるっていう形で、本当に、ニアランをねしっかりと見せつけて得点を取ったりとか、サイドバックにまたね求められているその背後の役割とか幅を取ったところの役割っていうのも一人一人がしっかりと個性を発揮して、仕事をしてくれたっていうこともねバイエルンにとっては非常に大きかったと思うんですけれども、とは言ってもですね、やっぱりミュラーだったりムシアラだったり、このあたりの選手たちがうまくやっぱり間に立ちながら背後に、ランニングを行ったりとか人を引きつけたりとか、あとはニャブリが状況によって、サイドに流れたりとか背後の駆け引き奥行き作ったりとかするようなことを行ってくれたので、間に立っているような選手がボールを受けて、チャンスメイクをする時間もあったと思うし、仕掛けられる時間もあったと思うので、一人一人が高い意識を持って連動した攻撃っていうのを行えていたことも今日の、大量得点につながっていたと思うので、良かったのではないかなというふうに思います。はい。で、守備の局面においては前から当然制限をかけて、切り替えも早く対応はしていくんですけれども、シャルケがですね、あまりこうボールを丁寧につないで前進していくほどの構築を見せていないので、どんどんボールもね背後だったり前線の特にフレイに対してボールをどんどん送ってくるんで、フレイフライでもいいか、彼にやっぱりボールを送ってくるんで、それに対してやっぱりデリフトだったりとか、パバールだったりが、うまく対応するっていうことも、ある程度できていたので、そこも良かったのかなと。若干ね、時によってはこうしっかりと捕まえきれずにボールを簡単に収めさせてしまって、前向きな選手に落とさせてしまって、背後のスペースだったりとか、前向きの選手を使われて、ボールを持って前進されるっていう時間を作られたことは若干ね、気になるところももちろんありましたけれども、だとしてもですね、6得点取れたのでまずはホッとしているっていう感じですかね。はい。でシャルケに関しては、さっきも話しましたけど、基本的にはもう本当に前線のフレイに対してのハイボールで、フレイの起点からの前向きの選手と背後っていうところが基本的にはベースになっていて、ショートパスをつないである程度引きつけはするんですけれども、疑似カウンターだったりとかをベースに、ある程度サッカーをしていたのかなと。ただその形以外があまりにもなくて、淡白で、少し軽かったので、バイエルンからすると、やりやすいというか、対応はしづらいわけではないサッカーを相手がしてくれているので、シャルケ側がしてくれているので、今のバイエルンでも全然対応できるだろうというか、バイエルンでもなくても対応できるだろうなっていうサッカーを、してしまっているのも、今のシャルケの状態を表してるんじゃないかなっていうふうにはすごく思ったし、トーマス・レイスっていう監督が、この先、シャルケというチームを率いてどういった結果を出していくのか、どういったところを目指しているのかにもよるけれども、現状この戦い方だと、厳しいと思うし、戦力的にも厳しいっていうところもあるのは分かるんですけども、ちょっとあまりにも人の質にちょっと頼ってるなっていうところが見受けられるので、もう少し構築のところをねこだわって外していくっていうところを見せても面白かったと思うし、特にバイエルンに関しては、プレス回避のところとかももちろん行えるチームなんですけれども、例年に比べると捕まるシーンもすごく多いので、前からもっと積極的にある程度制限を加えて捕まえていくっていうことを行ってみても面白かったかもしれないし、あとはキミッヒに対してある程度クラウスがつくっていうことで、キミッヒが動くものに対してクラウスが当然ついてくるので、その間のところがうまく使われて前進されるっていうのをさっきバイエルンで話しましたけれども、もうこれを行わさせてしまってる中でボール前進されて、深い位置で守備する時間が増えてしまってっていうことになってしまってるんだったら、もうそれだったらもうミドルブロックだったりとか低いラインでのね、4-4-2だったりとかの、ブロック形成でブロックの外で持たれる分にはある程度
許容するような形でカウンターを行っていく方がバイエルンからすると得点は多分取れなかったし、シャルケからするともう明確な狙いがあった中で飛び出しを使っていけるんで良かったんじゃないかなっていうのは思いますけどね、あとはマンツーマン気味である程度人を見るっていうことも、組織として対応していたので、まあ、そこでね相当ズレが生まれていたのもあるんで、まあ、そこをまず直さなければならないんだけれども、マンツーマン投稿だけではなくて、まあ、シャルケに関しては攻守両面においてちょっと物足りなさもそうだし、まあ、選手個々を見てもですね、やっぱり強き頃のシャルケの姿は現状なかなか見受けられない状況に今来ちゃってるんで、まあ厳しい状態ですねシャルケね。本当になんとか頑張ってね、今シーズン昇格を勝ち取って、ブンデスリーガで今戦ってるっていう状態だと思いますけれども、まあこのクオリティだとブンデスでもちょっとこうねなかなか生き残っていくのも難しいと思うし、まあ、今現在降格圏争いしている状態だと思うけれども、バイエルンで6得点されて、まあ、大敗してるっていう形じゃないですか。でシャルケがまあこの先どういったチームと残り試合をするのかちょっと僕まだわからないけれども、まあ、でも残りの試合の中で、まあ、同じような戦い方をして、まあ、しっかりとそこでね、まあ、引き分けでもいいし勝利をもぎ取れればいいけれども、確かライプツヒが残ってるんでしたよね確か。なので、まあ、ライプツヒとかに対して同じようなクオリティだとちょっとね結構相当早い攻撃で仕留められそうな気もするんで、シャルケがねちょっと若干心配になってしまうなっていう状況でありましたね。はい、ということで、以上でございます。本当になんとかねバイエルンは買ってくれたというか、まあ、6点取って大量得点で買ってくれたっていうことで、ブンデスリーガのね、まあ、タイトルを、まあ、もぎ取っていくためにも必要な勝利だったと思うので、このままね次進んでブンデスリーガのタイトルをしっかりと、バイエルンには取ってもらえたらなというふうに思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。